ここからちょっと開けた、あの道の駅のあたりか、土だとバンクライで N システムか、あったね、そういや。どうしような、どこまで高速で行くかな。あ、まあ8時回ったら結局もう一宮まで出ない、特になんもねえか。一宮出てしまえば快活でもなってまいりますからね。しかも車だから22号線沿いのでかいところとかつけるんで、まあほぼ確実に。で、あそこら辺なかったら稲沢ぐらいまで車でね、ペロペロと走れば、頑張れ土間まで行きゃなって、もうね、なんとでもなりますからね。でもこの時間は、そこから先も、長島から先も、下道で全然帰れますからね。さすがに空いてるでしょ、その時間になったら。今から1時間半とかでしょ、どんなに最短で行ったって1時間半とかですから。長島のところまで、2時間かかるか、そうしたら10時でしょ。あ、まあまあさすがに、うん、大丈夫ね、そこまでだったら。で、まあこの辺りも暗いよね。で、道の駅先に取った駅のところまであと1キロ。もうあの道の駅としての案内しか出てないですもんね。鉄道駅としての案内は出てない。これもまた特徴的ですね。あれか、郵便、あそこのファミリーマートのところか。では道の駅でしょ。まあ飲み物もあるし、あ、トイレだけ行っとこうか。この先ないもんな。ちょっとトイレ行きたいとこ。これね、ファミリーマート側の方にも、駐車場があるんで、そこの方がトイレとか近いですね。もう駅は閉まってるか、もうここは最終列車行った後だ。こっちはちょっと台数は少ないですけどね。よっ、エナジードリンク買っとくかな。一応エナジー注入しとこうかな。さあ、ちょっとね、心配な情報が入りましたね。考えてみたら、まあまあ大丈夫だと思います。まだ半分以上 ね燃料残ってますから大丈夫だとは思うんですけど、給油所がね、ないわけじゃなかったんだけど、そういえば、この辺りって、それはそうなんですけど、フルサービスのところばっかしなんですよね。ですからね、これね、美濃市に出るぐらいまではね、なさそうね。まあ、一応ね、23時までやってそうなところは、途中のところにもありそうなんですけど、ちょ、こう、なんか、23時、今に、ですから、23時、今20時17分ですから、まあ結構、あら、結構、まあまあ大丈夫かな。まあ出てしまったら、まあ多分一宮に、10時ぐらいには一宮つけると思うんでね、そんなに懸念することもないのかなとは思いますけどね。まあ今、おしっこも済ましたんで、まあ、
まあよっぽど問題はないと思うよ大丈夫だと思うよの時もまあ勢い通ってきてますからね。まあ猿ちゃんは出るよってことでね、お猿ちゃんだけ気をつけてね。さすがにクマは出ないと思うよ。まだクマは勘弁してほしいな。おお、ああサバが、お湯の心を満たしてくれるサバの丸焼きが、あすごいな。あのね、何がすごいってね、さすがサバの丸焼きなだけあってね、車内はね常にサバの匂いで満たされてますからね。いやサバ好きなんで別にいいんですけど。きっと生ハムの原木を置いておくといいっていうのは、たぶん生ハムの原木ってちょっと香りとかもあるんでしょうね。だからアロマ効果みたいなのもあるんだと思いますよ。あれさすがにくっつきがず減ってくるぞだってもう先に移したことのある昼間にね、綺麗な景色映したことのある、道沿いね、暗くなってからね、帰り際にね映したもんね、面白みもなんもないからな。ただただ安全運転に努めるしかねえんだよ知らんやーこの道引いてきたな、本当に。ちょっと暖房タコ。いや。さっき7度ってなってたもんな。これは冷えるね。浮き出よう。あ、てか曇る。うわ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 。曇る。デブルスター。焦った。あ、もう中の発電所まで来たんだ。ああ。じゃあちょっとこういったあれですね、トンネルをまたいだら、ま、先のダムのところですね。